山本純子さんといえば翼をくださいや卒業写真が代表曲として知られる昭和のスターです。今回は山本さんと家族の近況についてや病気の闘病生活で芸能界を引退した噂についても見ていきます。本名新居純子、生年月日1949年12月30日、出身地奈良県吉野郡天川村、最終学歴手塚山大学卒業。山本純子さんといえばフォークグループ赤い鳥のボーカルとして活動し、代表曲の翼をくださいがとても有名。翼をくださいは音楽の教科書に採用されていたこともあるので、授業を通じて知っている方も多いでしょう。そんな山本純子さんは2014年5月に行われた名古屋コンサートを最後に喉の不調を理由に無期限の休養に入りました。喉の状態はポリープやがんなどではなく、全体的な体調が思わしくなかったそうです。意外にも大変な愛煙家らしく、それも喉のコンディションに影響を与えたのかもしれませんね。休養後は音楽活動はしていませんが、2015年5月に初めての CD ボックス純子山本オールタイムソングスを発売しました。現在のところ復帰の予定は発表されていませんが、引退ではなく休養なので一日も早い復帰を期待してしまいます。山本純子さんは1973年4月にフォークグループ赤い鳥で同僚の山本俊彦さんと結婚しています。男女混合のグループだと交際や結婚に発展するのは今も昔も変わらない様子でした。気になる子供について調べてみますと、娘さんが2人いるとの情報があり、ネット上でも子供さんについてのツイートがありました。娘さんの名前などは公開されていませんが、年齢については過去の記事から2023年現在長女が38歳で次女が35歳だと推測できました。記事によると長女は小学校の教員になったそうですが、次女については当時大学生だったとまでしか書かれていませんでした。山本純子さんは1973年4月にグループ赤い鳥で同僚だった山本俊彦さんと結婚して2人の娘さんを授かりました。ところが2014年3月28日に世田谷区内の自宅に帰で山本俊彦さんが倒れているのを山本純子さんが発見しました。駆けつけた救急隊員によってその場で死亡が確認され、死因は虚血性心不全と診断されていました。山本俊彦さんは音楽プロデューサーでもあり、公私ともに山本純子さんを支える存在だったので、早い別れに大きなショックを受けたのでしょう。山本純子さんは2014年5月から無期限の休養に入ることになりますが、もしかすると喉だけでなく俊彦さんが亡くなったことも原因かもしれませんよね。長年私生活だけでなく仕事でも二人三脚でやってきて、急に一人になったらさすがに調子を崩してしまうでしょう。肉体的にも精神的にも立ち直るまで時間がかかるかもしれませんが、一日も早い復帰をお祈りしています。今回は山本純子さんの経歴やヒット曲の数々を振り返り、急逝された夫の山本俊彦さん、二人の子供、病気の噂や現在の様子などについてまとめました。まずは基本的な山本純子さんの。山本純子さんは奈良県吉野郡の天川村で4人姉妹の末っ子として生まれました。生後半年で父親の実家である大阪市阿倍野区に移住し、そこで成長しました。大学卒業までは関西で過ごし、地元の南大阪幼稚園を卒園後、那覇城小学校、阿倍野中学校と進み、奈良県奈良市の私立の名門手塚山高校を経て手塚山大学卒業という学歴を持ちます。山本純子さんは学生時代、地元の大阪市阿倍野の歩道橋の上で当時フォークグループロックキャンディーズで活動していたシンガーソングライターの谷村新司さんに声をかけられて、コーラスグループヒルビリーシンガーズを結成しますが、わずか巫女背ほどで脱退しています。山本純子さんは1969年ミュージシャンの後藤悦次郎さんにヒルビリーシンガーズから引き抜かれる形でフォークソンググループ赤い羽を結成します。この時
一緒に後の夫となる山本俊彦さんもヒルビリーシンガーズから引き抜かれています。赤い羽はその年のヤマハライトミュージックコンテストに出場し、小田和正さん率いるオフコースを抑えて見事グランプリを勝ち取ります。赤い羽はその翌1970年にシングル人生赤い花白い花にてコロンビアレコードからメジャーデビュー、さらにその翌1971年にアルファ&アソシエーツに移籍してリリースした武田の子守唄翼をくださいが100万枚を超える大ヒットとなり、赤い羽は一躍国民的な人気グループになり、山本純子さんの知名度も急上昇しました。その2年後の1973年4月、山本純子さんはメンバーの山本俊彦さんと結婚しています。なお赤い羽ではリーダーの後藤悦次郎さんとピアノ担当の平山康代さんも1974年2月に結婚されています。その後赤い羽はメンバー間での音楽路線の対立から1974年9月に解散し、同年10月、山本純子さんは夫の山本俊彦さんとベースの大川茂さんと共にコーラスグループハイファイセットを結成しています。1975年、山本純子さんとハイファイセットは東芝エミエキスプレスからユーミンこと荒井由実さん作詞作曲の名曲卒業写真をリリースしてメジャーデビューし、同曲の大ヒットもあって瞬く間に国民的人気グループとなりました。1977年、ブラジルの人気シンガーソングライターモーリス・アルバートのヒット曲愛のフィーリングをカバーしたフィーリングが大ヒットとなり、山本純子さんとハイファイセットはその年の紅白歌合戦にも出演を果たしました。その後もハイファイセットはユーミン作詞作曲のフィフスシングル冷たい雨や小田和正さん作詞作曲の20th シングル忘れないわなど数多くのヒット曲を飛ばした後、1992年分活動を休止。その後1994年9月にハイファイセットは解散しています。ハイファイセット解散後、山本純子さんはシンガーソングライターとしてソロ活動を開始。1994年10月にはソロデビューアルバム純子山本をリリースしています。山本純子さんはソロでの活動後も人気を上昇させ、1997年11月に開催されたサッカーワールドカップの予選や1998年の長野オリンピックのスキージャンプ競技での表彰式イベントなどで名曲翼をくださいを歌唱し、多くの日本国民や世界中のスポーツファンからもその素晴らしい歌声が称賛されました。その後も山本純子さんのソロとしての音楽ツアーや楽曲リリースをはじめ、2000年に Song for Memories、 2001年に V3 など一流のミュージシャンたちと音楽ユニットを結成したほか、全国各地で様々な音楽イベントにも出演し精力的に活動を続けました。そして2014年5月6日の名古屋でのコンサートを最後に、山本純子さんは無期限の音楽活動休止に入り、現在も音楽活動の再開は発表されていません。続けて山本純子さんの代表的なヒット曲を紹介します。卒業写真、ユーミンこと松任谷由実さんのイメージが強い卒業写真ですが、もともとはハイファイセットのために提供された楽曲です。松任谷由実さんによるセルフカバーをはじめ、多くの一流歌手たちがカバーしてきた国民的名曲ですが、そのオリジナルこそが、卒業写真もそうですが、リリースから何十年経っても全く色褪せない名曲中の名曲です。年を重ねた山本純子さんの歌声も素晴らしいの一言です。忘れないわは小田和正さん作詞作曲の楽曲で、ハイファイセットとしては最後にリリースされたシングル曲です。これぞ小田和正という美しいメロディーと山本純子さんの美しい声と完璧な歌唱力が絶妙にマッチした至高の一曲だと言えるのではないでしょうか。ここで紹介した以外にも、山本純子さんは数々のヒット曲を歌われています。続いては
山本純子さんが1973年4月に結婚した夫山本俊彦さんについても紹介します。山本俊彦さんは1947年2月23日生まれで、山本純子さんの2歳年上です。1969年の赤い鳥結成時からギターとして参加し、その4年後に結婚、赤い鳥解散後のハイファイセットでも共に活動し、妻の山本純子さんとずっと一緒に音楽活動を行ってきました。1994年のハイファイセット解散後は音楽プロデューサーとして活動していました。しかし山本俊彦さんは2014年3月27日自宅2階で倒れているのを妻の山本純子さんによって発見され、病院に搬送されましたが、その日のうちに死亡が確認されました。山本俊彦さんの死因は虚血性心不全で、享年は67歳でした。山本純子さんは夫との突然の死にも気丈に振る舞っていたそうで、ツアーを頑張ってやると関係者に話されていたのだそうです。また山本純子さんの2人の子供は、長女が小学校教諭、次女が大学生だということも明かされています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。